はい、こんにちは、本田です。今回ですね、岐阜県多治見市まで来させていただいております。カメラの前でね、映っていらっしゃいますのが愛知県小牧市で工務店をされていますエンズホームの尾形さんです。よろしくお願いします。お願いします。エンズホームさんは、岐阜県多治見市の方でも施工はされるという、はいことですかね。そうです、はい。事務所のある小牧市から、車で1時間以内を、はい、まあ、範囲としておりますので、多治見も大丈夫と。1時間以内ですので大丈夫です、はい。なるほど。ということで今日は多治見市の方まで来させていただいておりますので、で今回ですね、エンズホームさんが施工されたお家が完成されたということで、ルームツアーさせていただけるということで来させていただいております。今日はすみません、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回のお家の見どころは何でしょう。見どころはですね、僕が一番好きなのはやはりリビングからの眺めですかね。なんですかね、はい、分かりました。じゃあ後でそこはちょっと解説していただけたらと思いますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回この敷地は何坪の敷地になるんですかね。60坪じゃ、もっとありますね。使える場所としては、はい、まあ、これちょっと今ここからは見えないでしょうけども、はい、崖なんですね。あ、なるほど、はい、平場の部分で50から、まあ、55坪ぐらい。なるほどなるほど。敷地全体は100弱ぐらいありますので。あ、結構大きいんですね。実際はただ使える有効面積ですると60から65ぐらいになっちゃう、ね、50ぐらいですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。今回こちらですね、後ろ早速お家映ってるんですけども、ちょっとこう白い壁になってるんですけど、こちらの素材は何なんですか。ガルバニウム鋼板ですね。ガルバ、はい、なるほど。ガルバの採用は結構多いですか。ガルバニウム鋼板多いですね。なるほど。ガルバニウム、まあ、外ん壁焼きすぎ、はいはいはい、ジョリパッドとか、そんな感じでよく出てきますね。なるほど。今回は白の、はい、そうですガルバですね、はい、こんな感じで結構綺麗ですね。目が痛いぐらいこう映えますね。そうですね、午前中直射日光当たるともっとこうパシッとなりますので。なるほど、はい、非常に明るい感じで。こちらは白のこれは円錐ですね。雨どいなんですね、はい、外壁に合わせて白で。そうです、雨が降ると楽しみっていうのがね、円錐は。はい、何気に結構なんか可愛い音がするんでね。そうですね、はい、まだこの現場でその音聞いたことないですけどなるほど。今回こちら庭は今からされるって感じですね、はい、フェンスと。そうですね、今フェンスのまあ柱だけが立ってる状態で、あそこはまあうねうねフェンスを、なるほど、この後やっていこうかなという感じで思ってます。はい、ありがとうございます。結構広い庭が取れてますね。そうですね、お客さんのご要望でテントを張ったりとかしたいということが、これだけのスペースがあればテントも全然張れますし。いけますね、はい、なるほど。いいな、楽しんでいただけ、羨ましいですね。ありがとうございます、はい。こちら玄関土間、この辺りの仕上げっていうのは何で仕上げてるんですか。モルタル仕上げですね。もう普通の色モルタルとか、はい、そんなでもなく色は入れてない、ね、普通のモルタルを。その通りですね。なるほど、モルタルで。結構いいですね、これ無機質な感じがやっぱり。そうですね、結構綺麗でいいですね。じゃあ中を案内していただいてよろしいでしょうか。はい、ちょっとまだこの辺ついてませんけど、お日差し前なのでということですね。ありがとうございます、はい、失礼します。あ、なんかやっぱり全く動画では伝わらないですけど、あったかいですね。あとです、あとでその辺の話をじゃあお願いします。あ、入ってすぐね、手洗いがあるんですね。はい、今このコロナっていうのになってから、手を洗う場所、玄関にどこかっていうのはもう非常にこう需要としてというか、お話が多くて多く採用されますね。なるほど、はい。こちらは何のボールなんですか。どこのボールなんですか。これはですね、確かサンマカンパニーのしがらきタイプだったような気がします。なるほど、はいはい、いいですね、白で可愛いですね。ありがとうございます、はい、こちらはこれシューズクロですね。はい、はいはい、あ、ご服もかけられるようにパイプもつけてるっていう感じですね。そうですね、カルスクロですね。もかけられるコート、レインコートとかですかね、もかけられるみたいな。そうですね、タイプになってるわけですね。まあ、この時期とかやっぱ冬場とか、はい、あとは雨の日とか、はい、やっぱコート関係は長さがあるんで、はいはいはい、普通にこうね、横の棚だけだと置く場所がないんで、こういうのをまあ作ってみるということですね。いいですね。で、こういうところはまあ例えば鍵だったりとか、そういったもの、ちっちゃい小物、本当に小物だったりとか置けるように、はい、してるんですね。してますね。なるほど、ありがとうございます。
今回は動線としては2つですね。今回こちらが入ってくるとキッチンが見えてるので、このまま裏動線って感じで、そうですね、いけるパターンですね。パントリーに直通、キッチンに直通、こちらにパントリーがあるということですね。はい、なるほど。で、そのお客様が来た時の動線としてはここと、こちらからですね。なるほど。ここは、これはベンチですかね。そうです。ここで靴の脱ぎ履きがちょっとこうできるようになったんですね。これそうですね、ここに腰掛けていただいてとか、そういう使い方と、あとこっちは、まあ、あのお世さん一緒に本を多く調査されていたりとかするので、なるほど、ここは本棚で使っていただこうと、ほう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 、いう形ですね。なるほど、はい、こんな感じで本棚を取ってるわけですね。はい、こちらの奥は何なんですか。ここは奥様の家事室ですね。ほうほうほう、はい、入っていただくとここもなぜか暖かいと。なるほど、ここめちゃくちゃ暖かいですね。ここは一番北側の部屋になるんですけど、はい、まあ、開館エアコンの、はい、恩恵を一番受けやすい場所、はい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 、まあ、そこら辺はプランの段階で、はい、うん、気をつけていろんな部屋の配置を考えた結果ですね、はいはいはい、ここは本当暖かいですね。なるほどね、はい、こんな感じでここでちょっと作業ができるような、そうですね、ミシンやったりとか、そうですね、本読んだりとか。これで4畳ぐらいのスペースですかね。4畳ちょっと切ってるぐらいですね。ここがあれか、はい、はいはいはい、幅がそんなないと思いますので。なるほど。でこちらが物置ですね。物置、はい、最後の材料が残ってますけど、ここが物置になるんですね。そうです。もう舞台裏ですね。なるほど、ありがとうございます。あ、玄関入ってこちらがリビングです。リビングって形ですね。はい。はい、で玄関入ってあそこの地窓の向こうに、はいはいはい、植生を植える予定でいます。なるほど、はい。まだ植えてはないですけど、ここにビシッと植栽を。そうです。でここに植える植栽は、はい、お生さんが今何がいいかを検討されているということですね。なので住まわれてからご夫婦で一緒にこう、はいはいはい、記念樹的に何か植えられるのかなと。なるほど、玄関から正面に見えるところですね。そうです、明かりと意見も、まあ、そういった、そうですね、はい、自分が綺麗ですね、なんかいいの植えたいですよね。そうですよね。ありがとうございます。お邪魔します。お、広がる感じで、こちらが、入って左手がキッチンで、奥がダイニングで、こちらがリビングでドーンと抜けてるわけですね。そうです。こちらからが先ほど言われました借景ですね。土地を見に行った時に、はい、やっぱりここからの景色はもうすごい贅沢だなと思ってですね、はい、これは絶対取り込もうっていうふうに思いますね。なるほど。で方角的にも、南がちょっとこうこっちに降ってるので、はいはい、積極的にここの面に大きい窓を取っても、夏場の日射遮蔽っていうのは、西が向こうになってくるので、はいはいはい、全然気にしなくていいっていうとちょっと語弊ありますけども、はい、そこまで気にしなくていいっていうことと、はい、ちょうどこの土地のお隣さんが夏の西日が沈んでいく方向に大きな木があるので、はいはいはい、ちょうどそれが遮ってくれると思うので、なるほど、もうここを思い切って大きい窓を作って、その先がやっぱりこうなんていうのかな、まだまだ敷地に余裕がありますので、そこをまあ有効に使うということで、まあ、ウッドデッキをも広げていったと。でお客さんがやっぱりこうなんていうかな、僕とまあ似てるって言ったらちょっと語弊あるかもしれないんですけども、結構こうアクティブにいろいろなことを家で、バーベキューだったりとか、うんうんうん、まあ、いろんなことをやりたいっていうことなので、まあ、ウッドデッキはもうできるだけ広く取っちゃおうということで、意気投合というか、まあ、価値観が一緒だったんで、思いっきりちょっとさせてもらったということですね。なるほど、はい、確かにウッドデッキも広いですけど、この窓が結構特徴的かと思うんですけど、ここ窓にこう桟がなくですね、はい、1枚の大きい窓なんですけど、こちらの窓は何なんですか。これはリクシルの LW っていう窓で、はい、全部こう横にスライドする大開口スライドみたいな感じですね、はいはいはい、なるほど、すごい、はい、桟がないんで一枚ガラスで綺麗ですよね。まあ、大体これぐらいの大きさだと、ここに砲立てって言って、そうですね、本立てにあったりとかで、まあ、引き違いだったりとかがあるんですけど、はい、これはもう全部なんで、はいはい、こうやってね、スカンと開くわけですね。開いて、このフレームが見えないですね。そうですね、正面から見て、本当に見えないので綺麗ですよね。風景を切り取るためですよね。
正面からこのフレームがないので、そのやっぱ綺麗に見えますね。で、外出るとしっかりこの広めのウッドデッキが広がるわけですね。いやーすごい。ここなかなか大きいですね。そうですね。まあ、ここでまあ物干したりとか、はい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 、できるし、あとはもうハンモックだったりとか、はいはいはい、昼寝だったりとかも、ここだったらもう本当人目を気にせずに、なるほど、うん、拭けるんで。すごい。格子もなかなかいいですね。これも閉めれるんですね。閉めれます。で、この格子が結構こういい働きをしてですね、はい、日射の遮蔽とかですね、あとは部屋の中のこう明暗というか、はいはいはい、いい雰囲気を作るので、これいい働きが望めます。はい、これこっちから見える、まあ、こっちでここの建物はこっちから見る人っていうのは少ないんですけども、そうですね、はい、目線を遮る効果もありますし。なるほど。このセットで窓とセットなわけですね。そうです。操作も結構別々なんですけどね、はい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 、やっぱりこれが格子がないとやっぱりこう人目が気になったりとか防犯の面だったりとか、なるほど、というのも不安になってもいけないのでね。なるほど、はい、いやこの窓がなかなかいいですね。ですね。ありがとうございます。はい、夏場とかはこれを例えば閉めると、まあどこまで映るかわからないですけども、はいはい、かなりの日射の遮蔽の効果は出ます、ね。はい、そうですね。急にやっぱ火が落ちてくるので、はい、遮蔽効果としては結構高いかもしれないですね。はい、夏場とかはいいかな。そうですね。ですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらの奥があと洗面所ですかね。はい、はい、こちらが、あ、こちらが奥がトイレですね。こちらが洗面所、トイレ、洗面、脱衣と、はいはいはい、はい、お風呂と。こちらが脱衣室兼なんですけど、これはやっぱりカンタ君が、そうですね、今カンタ君は大人気ですね。大人気ですね。半分ぐらい、半分以上は、はいはいはい、多いですか。お話出ますね。なるほど。ここに洗濯機を置いて、ここでも関係させるっていう感じはですね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。ここはもう向こうからの視線がないので、まあ思い切ってここ開けてお風呂入ってもらってもいいですし。なるほど。はい。あとまあこの辺とかもね。はいはいはい。あ、ちょっと見えるようにですね。なるほど。はい。まあ一時このよいしょ、こんな感じで、はい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 、はい、すごい外も見えますけど、ブライド内蔵のやつですね。まあ、性能的にはあんま高くないかもしれないですけど、まあ、はいはい、うん、それよりもここはお風呂と、お風呂を入りながら開けたりとか閉めたりとか外を見ながら、はい、ご要望ですね。はい、なるほど、いいですね。ありがとうございます。こちらの洗面化粧台ももう造作で、そうですね、されてるわけですね。はい、こちらとこのやつですか。これはサーマーカンパニーですね。はい、なるほど。結構深型でいいですね。そうですね、ちょっと広めですし、はい、まあ、あとはここを、まあ、オイル塗ってあげて、ちょっと撥水剤撥水するように仕上げてあげて、なるほど、完了って感じですかね。いいですね。じゃあ、すみません、2階を案内していただいてよろしいですか。はい、じゃあ先行きます。階段は鉄骨が多いんですか。鉄骨多いですね。へえ、かっこいいですね。すっきりしていいですよね。この階段のこの細さとか結構好きですね。ね、すっきりしていいですね、この辺はね、すっきりですね。あ、2階のホールがめちゃくちゃ広く、ここはもうみんなの勉強部屋というか、もうセカンドリビング的な感じで使っていただくイメージですね。なるほど。ご家族何人、家族の、今3人ですね。今は3人、はい、子供さんは1人で、机をここに机を作って椅子を置いてすると前に緑が広がっていると。そうです。あ、確かにこれは借景ですね。人の
緑を見て楽しめるっていう。夕方はめちゃめちゃ綺麗な夜が見える。いや、これはいいでしょうね。なるほど。だいぶ広いですもんね、ここの空間。ゆったりしますね。なんで最初はここで仕切ってもう一部屋とかっていうのも話には出たんですけど、はいはいはい、そうです、取れますもんね。仕切ったところで使う人いないよねっていうところで、まあ、部屋も全然足りてるんですよ、はいはいはい、家族構成からしても。なるほど。であれば別に、ね、仕切ってすることもなくて、はいはいはい、結局ここあったかく、人が集まれる場所を作ってた方がいいよねっていうので、どうしてもまたもう一人もう一部屋欲しいってなった時に、あとその時仕切れるようにだけ下地入れときましょうかっていう、はいはいはい、そんな感じです。なるほど、はい、いいですね。可変性があって、でこちらがまあ収納ですね。そうですね。これが噂の開花エアコンですね、はい、今回のこちらのお家は開花エアコンのみでですやられてるということですね、はい。今、あったかいですもんね、1台で十分、1回も十分あったかいので、これだいぶ効いてるわけですね。はい。なるほど。開花エアコンやるときはそこまで正確じゃなくてもいいと思うんですけど、はい、まあ、ある程度そのシミュレーションというのか、はいはい、家の性能とどれだけの熱が家から逃げてるかということと、はい、ね、どこら辺でやると空気が一番こうロスなく、あ、そんなくいけるのかっていうのも、まあ、ね、概要だけでもいいと思うんで、うん、それをちょっと気にしてあげるとまんべんなく、うん、暖かい場所も作れると思いますんで。配管エアコン結構置く位置とかって結構悩みますよね。いつもなんか、ね、ここに置いたらちょっとあっちまで届かないかなとか、あ、はい、あ、下でここに置くと下と邪魔だよねとか、あ、いろいろありますね。下に邪魔だよなんで置けないなって悩みますよね。結構難しい。簡単に見えるものこそ結構落とし穴意外とありますからね。なるほど。今回は結構まんべんなくいい感じで効いてますね、はい、今ちょうど実測してますからね。あ、なるほど、はい、またまとめていろいろと今後 の、ね、あの参考というか、次につなげれたらと思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、こちらは寝室になるイメージですか。そうです。ははは。こちら窓がなんかこの奥にあるのは何なんですか。これは十字で切ってる感じで、はい、これはカッコつけてみましたっていう感じ。僕が勝手にデザインで、はい、いいかなと思って、ある先生の物件をさせていただいて、はいはいはい、そのある建築家さんのところでもこんな感じでやってたんで、まあ、ちょっと一回やらせていただくかなということで、もう本当見よう見まねです。なるほど、はい、いいですね。ありがとうございます。今回こちら床材は何を使ってるんですか。オークですね。オーク、はい、オーク。ちょっとラスティックな感じ。そうですね。ですね。この節が多い。なんていうのかな、ちょっと楽な感じが好きな。そうですね。お節さんですので、はい、で、ラフが好き、かつなんかこう明暗がついてるのが好きっていうのかな。例えば建具はまあホワイトだったりとか黒だったりとかっていう、うん、そんなイメージ、ね。そうですね。こっちはちょっと濃い感じなんですけど、はい、こっちは薄い白で。そうですね。使い分けてるんですね。はい。で外壁も白だし。なるほど、そうかそうか、うん、こんな感じですね。建具はちょっと濃いめでしてるとこもあり、薄いのでしてるとこもありですね。はい、すいません、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、こちら動画前出ていらっしゃいますエンズホームの尾形さんはですね、愛知県小牧市の方で工務店をされておりまして、まあ、タイミング合えばですね、こういうあの岐阜県多治見市の方でも、はい、されているということなので、岐阜県の多治見市お住まいの方、ぜひエンズホームさんへ一度お問い合わせをしていただけたらいいことしてくれるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、ということでいいでしょうか。お待ちしております、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。カメラの前に映っていらっしゃいますエンズホームの尾形さんもメールマガジンやっておりますので、よかったらこの下の動画の概要欄へ貼っておりますので、よかったら見てみてください。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。はい、ありがとうございました。このでもやっぱり LW 結構出ます。 LW はまだあるね、まだやっとるね、結構、うん、一回やってみたいんだけど、結構お値段もそこそこ。そんなことないの。マジですか。うん、この外のそれは別として、サッシだけだといくらでしょ。いかない、いかない。はい、値段も安いね、確か。
定価は高いです。